はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、やっていきましょう。ビルド、今回ビルド編となります。あ、電線が切れた。こんな感じで、ビルド編やっていきたいと思います。まあバスもいずれは開業しないといけないよな。こういうとことか。公共交通機関がないから人手不足になってんだろうなというのもなんとなく感じちゃうし、ここ駅なんだ。ってことは、ここからこうさ、この駅からこう下がって、こう行って、ここの工業地帯通ってかな。できれば商業地帯は通れればいいんですけどね。まあちょっといろいろ考えてやりましょう。今回の配信もツイッチで行っております。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube の方でですね、YouTube アーカイブを2日後17日21時頃の配信でアップロードしてます。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてツイッターである X のアカウント持っております。ぜひアカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ツイッター X にゲーム の予告とか、はい、アーカイブのお知らせとか流しますので、ぜひフォローお願いします。ではやっていきますか。なるほど。まずはね、バス路線やっぱり作ろう。バス路線のないところにバス路線を作らないといけない。でもね、地下鉄とか、Thank you.
下鉄とか、なんだったっけ、からかな。え、次どうするかな。あ、追加されたこっちかな。こっちでも別にいいですけどね。で、ここでこっちから出会えないんだ。うん、あ、じゃあこっちじゃないな。あ、違う。追加になっちゃうんだ。じゃあ、もうこっちから行ったらこっちで行ったで、入ってこれないんだよな。なんで、結局は。違うな。じゃあやっぱりこうか。いや、こっからこれやるのはちょっとやばいもんな。うん、感じで一周付け加えるけど、なんかもったいないな。あ、外側でここで降りた場合は、この辺のバス停ってそんなに働いてくれないよね。こんな感じかな。いいや、ゆっくり動かしてみよう。あ、これ影か。あ、燃えてる。駅前の燃え方がひどいな。早く消防署来い。
間に合うか、それとも場合によっては焼け広がる恐れあるからな。あ、進化した、助かりましたね。しかも駅前ですからね、これは地獄だ。これでやっぱり沈下することで住宅価値って下がらないのかな、一回火がついたってことで。で、モノレール駅終点ですが、まあまあ降りますね、いいんじゃないでしょうか。さて、人材不足がひどいんだよな、この辺も。まあそのためのあれですよね、路線バスですけどね。とりあえずこの辺は確かに工業地帯でいいんだけど、作らないといけないのは住宅ですよね。インターが近いとこはなるべく工業地帯に置いときたいってことですじゃないかな。つまりまあこの辺は工業地帯を置いとくと。でも一応こっインターだからな、インターの付近は工業地帯やっぱり入れときたいけど、勾配とか全然わかんないんだよな。なるほど、こうなってんのか。なんかトラバースしてるところをなんか走ってる感じですね。標高が出たまま出してくれないかな。ここは崖になるけど、こういうふうに用意しときましょう。そうなんだよな、坂になるんだよな、この高速部分も含めて。
こういう感じかな。道はで、まず商業地域にしないといけないか。こっち側は工業地域に付随するよな。あ、その前にまず水を作ってあげないといけないです。まあ、水は作りましょう。道路沿いに感じか。ここはまあ大丈夫なんで、ここぐらいまでかな。で、あとは商業区域かな。基本的にはここギリギリまでは商業区域だけど、この川崎は住宅地か。で、坂多いですからね、ここなんで台地になっちゃいます。こういう住宅需要がすごい求められてる感じですね、今。このぐらいまで作っといて、
これね結構あるから、こっちから道作っとこう。が足りない言われてる。ここぐらいまでやろうな。だから実は感じか。で人口が少しずつ増えていくはず。電気は大丈夫。水は？水はちょっと浄水道を増やす必要がありますね。予算は？もうね、結構これ上げてるからポンプを増やした方がいいな。バランスが悪いんですよね、浄水と下水の。くれるかって問題はありますよね。なんか今ぶった切ったな、ポンプ。こんな奥まで一応線引けるんだ。
ばいなこれ。だから微妙に移動しじゃないの。こうじゃない。多分。こうだって。ここはこうじゃなくて。方角がこれいいんだ。水を拾える方向にはなってんだ。あ、負けた。で、ちょっと予算下げましょう。そんな予算下げてもあの費用は下がらないけどね。あとゴミ、ゴミは全然まだ大丈夫。健康管理は健康って 64% ってそんなに高くない気はするけどな。まあでも 2% ぐらい上げときゃ大丈夫でしょう。消防車ちょっとやばいな。これ上げとかないと。消防車も結構バカにならないんだよな。上げて OK。 これってなんだっけ、ユニーク施設。微妙だな。難しいのかわからん。ほんと 1% 単位の調整になっちゃうな。厳しいなぁ。とにかく需要がないんだよな。結局工業地帯も含めて誰もあの売れないからな。あとインターチェンジ付近となるとなるべくここ工業地帯したいからな。高速道路沿いは、うん、
アウト足りないんだよな。ここやめよう、あの工業地帯やめて商業地帯にするか。特にこの後でじゃあどういう効果が得られるかって言ったら、ここを住宅にできるんですね。こんな感じで住宅を建てる。ここは別に商業区域でいい。ここは商業区域じゃなくて、感じかな。これで需要が変わっていくはずだから、この思うに夜になるようなビルドにしてるけど、夜にしない。ビルドの時はもう昼間でいい。なんか赤になっちゃってる。いや、これ、なるべくここは平坦にしましょう。谷になってんだよな。谷になってんで。
感じで OK。 こうすることで、まずは一般道だ、一般道をこう通す。工業地帯、バスも走らせてんだけど、まだ全然来てくれないな。需要が全然満たしてくれない。商業地域いいんだけどな。あと学校だ、そうだ、学校が全然足りないんで、これは無理なんで、病院は作らないから、作らないけど、この火葬場作るんで。住宅地ちょっと多すぎるよな。住宅地じゃない、商業区域。こちら商業区域にしとくか。どうしようかな。区域にしたら、こんな感じだろうな。で、この高速道路をこう延長する。
下ってるからな。だからここは微妙に登らせないとダメだな。バスも走ってますね。まあバスの需要はあるんだろうけど、基本的にはもう平坦だよな。こう海になってるけど、ちょっと予算上げてやるか。ギリギリかな。まあもうちょっといけるか。崖沿いになってるからな。
チが来たな。商業区域の需要はないけど、商業区域に関しては需要が発生しだしましたね。どうなるかな。1万の6割。大学は？大学全然ダメやな。大学はどうなってるかって。1箇所ずつか。ある程度占有しないといけないってことだよな。大学は現に足りないからな、地域としてはちょっと高校の場所がここなんだけど、移動してやるか。どこに移動するかですね。ここだとちょっとダメだな。なんでちょっとわからん、まだわからん。絶妙な位置に高校あるからな。か、これって高校なんだけど、どっちか移動させてやらないかな。高校だな。一応需要はちゃんと満たしてんだよな。渋滞になってんの。
ロ自体も需要としてはもう満たしてるんだけどな。今度こっち側ちょっと作ろう。住宅、そうだな、ここら辺みんな区域住宅台にするから、感じかな。でまあ当然のごとく、まあ、大量に作っちゃってるけど、あとはそう、高速道路をどこまでどう伸ばしていくかだろうな。コストも安いしな、この道が。ちょっと坂見てみると、ここまでは平坦なんですよね。なんで
とやっぱり公共交通機関を、そうそう、この区域を立ててやらないとダメだな。モノレールを立てるってことか。住宅地だからな。でも住宅地にモノレールを立てると騒音公害が起きるっていう問題はある。まあ悩ましいところである。まあ、まあ水が問題だから、結構ギリギリだな水は。では
じかな。ここがあれなんで、どっからあのモノレールとか地下鉄とか伸ばすかってことは問題になるな。まあ基本的に公共交通機関って赤字だからな。したくない。なんで上に上がってんだ。
これさ、ここなんだよ。で、駅を作ってやらないとダメな、近い駅。で、これで一息できたから、かかるからな。工業地帯に出てたんで、あとはもうここら辺が商業地帯か。ここら辺バスか。この辺バスなんだよな。なので、これやると、thank you.
で次が駅を先に決めてそれから建てた方がいいんで、そうなんですよね。ここはやると被っちゃうんだよな。なのでダメなのかな。咲いてますって出ちゃってるやん。そうなんだよ、占領されちゃってるんだよな。なので逆にこれ地上に上げるしかないと思うね。抑えちゃってるから。なんか建物があるのかな。もう小学校か、小学校と消防本部があるからこれらも移動しないといけないわけだ。で、そう、ここはまだ移動できないんだ。移動できないよねこれ多分。
こがすごい問題で、今回がきつすぎるんだよな、多分。こうなるよな。
加熱をすごい。普通だよな、これ。ずっと。うん、で、これで。これだと干渉する。なんかインフラで水があったりするのか。だから水を撤去しないとダメなんかもしれない。これならどうだ。
ダメか、これでもダメなんだ。あ、ここ下り始めてるからか。分かんないよな、これ。ここつまり干渉するから。これ逆に上通ってんだ。上を通らないとダメってことか。意外な落ち。あの一周つながったんで、でもさ、おかしいな、こっちつなげるんじゃなくて、おかしいような気もする。
感じだよな。で早速、ルートを作るんだけど、一旦この3路線は全部見えなくして、一度閉じて、できるはずなんだ。なんでだろう。
んと取得されてるように見えるけどな。ダメなのかもしれん。これで初めてこの環状線、こっち側含めて地下鉄を環状線を走らせたってことになりますね。でこれを見る限り、挟んじゃない、まだでも、少ないけど、岩手は
格ルートになってくれるんだろうなっていう期待はあるね。ということで、高速からちょっと遠いんだよな。だからでもここがあれだからこんなもんか。作らないとね。さあ遊び場でいいんで。
学校は？学校そんなにないな。小学校は？小学校これが最後か。じゃあ坂がきつねえわけじゃないか。だよな。
これはちょっとあかんな。で、水道、下水道もほとんどギリギリっていうとこだなといって。
アップはしたけどな、まあ。力の方が高いんだよな。ここにしか捨てられないのもどうか。いや、ではこっちに捨てるようななんかね、未来も考えられるよな。なんか なんかこぼれ落ちそうな予感もする。経費でお金も減っちゃったし、あーでもこれ多分これやったら出る落ちで終わりそうな感じもするんで、
けるかもね。じゃあこうか。かな。で。でも微妙だな、これいらんかも。ことか。
します。地下鉄の駅前だから最後にここを作って終わりにするか。高速のランプウェイだね。
な感じかな、トランペット型のインターチェンジって。これでいいや。まあ結局まあ準備で終わっちゃった感じではありますが、ここまでか、いけたのか。だいぶ奥まではいけてるけどね。まあ次回はいよいよ船の設置かなを行えればと思います。あと鉄道もあるんで、基本的に鉄道の路線は平坦線が多いのか、
1980です。おーい、早く。あ、すでに。あ、よかったよかった。逃げ出しましたね。全然いない。二人って、お、赤字やん。この辺のモノレール路線の対処もどうするかっていうのは考えないといけないですね。モノレールもしかしたら支線を走らせるかもしれない。ちょっとバスとかもやってはいるんですけど、地下鉄があるのか。地下鉄あるけどな。ただな、モノレールの路線がないからな。モノレール路線を考えて作ってるわけじゃないんで、盛大なモノレール路線を作るには盛大な立ち退きが必要ですね。その辺をどうしていくかっていうのは考えなきゃいけませんが、92% 予算上げときますか。でもほとんど横ばい状態っていう感じですが、セーブして、で、都市の統計を見てみよう。ちょっと人口は増えている。資金は今回いろいろ使うの減っちゃいましたね。予算は増えた。都市の価値はそんな増えてない。税収はまあ増えたのかな。流入もちょっとある。出生はまああんまり関係ない。国土も横ばい、住宅商業は増えた、産業はそんなに変わらない、オフィスは大きく増加ですね。囚人は変わらない、輸入は増えてる、輸出もでも増えてますね。ということで、まあ町の範囲は広がったので、ちょっとだけ人口は増えましたが、まあマクロ的な視点で言えば、
まあそんなに多くは変わってないっていうところですよね。ということで、高速道路渋滞もそんなにないしね。で、ここ渋滞してる。ということで、ここまでにしたいと思います。今回はまああんまり、そう、地下鉄を作った、これが一番大きな変化です。そこに時間を取られたので、町の拡大はあんまり大きくなかった。あとバス路線も一つ増やしましたね。地下鉄路線、この南側の地下鉄路線、結構大きな路線ですね、を作りました。
サウナと子供の医療センターか。子供の医療センターでどうサウナ作ってあげるか。あ、ダメか。サウナ、サウナ足りない。サウナ結構でかい設備がいる。処理用センター、サウナを並べましたね。南は高校もありますし、どういうことだよ。いや、もう道作ったので比較的しか持ってない。あんまり運用多くないのかな。まあひとまず今回ここまでとしたいと思います。Twitch で配信を行いました。ぜひ Twitch の、アカウントフォローお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、この配信のアーカイブは YouTube で、YouTube で行います。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。アーカイブは2日後、17日を21時からお届けする予定です。ぜひ見てください。 YouTube プリーズ、YouTube プリーズチャンネルはサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live archive my YouTube チャンネル2 days after。 そして TwitterX アカウントぜひフォローお願いいたします。リポストいいねもお願いします。 my TwitterX my アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、シティーズスカイライン、ライブ配信
お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。